皆さんこんにちは。いつもチャンネル4Uをご覧いただきまして誠にありがとうございます。幸運を呼ぶチャンネル、チャンネル4Uの空です。今日は、昭和の大スター、演歌歌手でもございます森進一さんと森昌子さんを占いたいと思います。それではまずはじめに、森昌子さんからいきましょう。森昌子さんの、森家は十三角ですね。十三角は大吉でとてもきめ細やかで、いろいろな方に気を使い、そしていろいろな方から慕われるという画数を持っていらっしゃいます。おのずとリーダーになっていくという画数が十三角でございます。そして森と昌を足しまして二十角というのは、離別運になるんですが、障害運だったり、結婚をされると離婚運だったり、子供に恵まれなかったりという画数になるんですが、森昌子さんは森進一さんと後ほど、離婚をされることになります。そこら辺も影響しているのかもしれません。それから仕事運が、20画で、20画というのもやはり同じ、離別運だったり、そうですね、やはりいろいろなことがうまくいかないという画数にはなってまいります。雅子さんが11画で、11画というのはすごいリーダー運的な、あの統領運的なものなんですが、これはもう着実に、やはり大ヒットを飛ばしされました森雅子さんですので、やはりそのような画数が、だいたい幼少期15、16歳ぐらいからもう、デビューしていらっしゃいますので、やはりその辺のところの画数になるのかなと思います。で、外からが4画ということで、外の画数がちょっとよくありませんけれども、ちょっと生命力がなかったり運気が低下して、金銭力が乏しかったりとかいうのがちょっと出てはくるんですが、家庭運と、晩年運が23画の大吉になります。で、23画というのは、とても、いろいろな人の面倒見もよく、また少し、ラッキー的なものが入ってきますので、15画ともよく似ていまして、いろんな方の引き立てもあり、そして本人も努力をされるので、とてもその辺のところで大成功するという画数がここにございます。それでやはり森昌子さんは、演歌歌手の中でもトップレベルで、三姉妹っていうんですかね、森昌子さんと山口百恵さんと、桜田淳子さんで、3人で、昭和 のトリオでいらっしゃいました。アイドルトリオでいらっしゃいましたね。そして、森進一さんの方ですが、森進一さんの森家は十三角で、これもとても、着実にきめ細かく、いろいろなことに、そつなくこなせるという画数になります。進一さんを足しますと16画で大吉になるんですが、これはもう容姿端麗で、森進一さんといえばもう昔からイケメンの歌手でいらっしゃいました。で、やはりその辺を表していて、人気もとてもありましたね。そして、外の画数が2画ということで、これは離別などを表しますね。森昌子さんの20とよく似ております。あと晩年運が28画、そして家庭運も28画ということで、28画は、本人がそんなにこう悪くなくても、外からこう集まってくる人たちが悪かったりとかいう画数になってまいります。だから28画というのは、あまりこう良くない画数ですね。そして仕事が27画の大凶で、27というのは、協調性があまりないというところで、やはり皆さんとはうまくあまりやっていけないという画数になってまいります。そういう意味で、晩年でございましたが、もう、お二人とも、子供さんがだいぶ大きくなられてから、そして、なぜか離婚の方に至ったわけですが、とても仲がいいご夫婦だと私は思っておりましたけれども、やはりどうしても、その辺のところの、画数が災いたしたところではないかなというふうに思っております。残念なことではございますが、でも子供さんがとても芸能界でまた頑張っていらっしゃいますので、とても現在は、そちらの方を応援していらっしゃるのではないかなというふうに思います。それでは、今日はこの辺で、
失礼をさせていただきます。あなたに素敵な日々がたくさん訪れますように、そして明日が素晴らしい日々となりますように、心から祈念を申し上げます。もしこのチャンネルが気に入られたわというおっしゃる方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。それではこの辺で、チャンネル4Uの空でした。最後までのご視聴誠にありがとうございました。失礼いたします。